昨日まで予選道中の4日間はポイントがかなり拮抗しまして混戦模様のシリーズになっています G3 札幌ビールカップの5日目前半戦から続いたインの連勝はついにここにきて止まりました。 いよいよここからセミファイナルです1つ目の準優勝戦第10レースを迎えました風ですがここに来てまた少し風向き変わってきましてスタートライン上再び追い風になりつつありますスタートライン上追い風が吹く中向かいます1つ目の準優勝戦です6人これからホームステレッチ釜コース動きはありません 昨日は2連敗のゴール逆転でポイント上積み順位1号艇勝ち取りました得点に3位の勝ち上がり1コースに1番の原田篤勝ち上がり1番乗りを目指します1番の原田のイ線2日目以降の安定感光ります2コースが2番の辰馬光弘徳山、連続リースかかる3コースに3番の畑英吾そして4コース角1は4番の片岡昌弘 辰馬から片岡の3選手いずれも前半戦は逃げて勝っていますそして安定感光ります5コースに5番の畑和弘なんとか昨日は踏みとどまりました6コースに6番の塩崎正則やや追い風のスタートライン上進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番ですスタートしました23コース2人いいスタートになりました少し遅れた1番の原田原田それでもなんとか伸び返して インからここは先頭を取る1番の原田逃げる2番の竜馬の差しはどうかちょっとバタついてしまった届きません1番の原田逃げました2番手並んだのは2番の竜馬外は3番の畑英語スタートは前提正常その後ろ続くのは4番の片岡2番手争いの競り合いはここは2番の竜馬が外3番の畑英語をけん制するそれでも3番の畑は外から握って攻めてさあここは竜馬を飲み込んでいった一方内差し場できて4番の片岡さらには6番の塩崎上がってきた3番 番番の畑英語は抜け出したそして3手並んでの3番手インコース6番の塩崎真ん中4番片岡大外に2番の辰馬1マークは6番の塩崎の内を突いてここは4番の片岡さらには2番の辰馬が続く3番テラスインまだここは接戦というところやや離れて2番の馬5番手になりました最後方離れて5番の畑和弘。 2周2幕はインコース4番の片岡アウトコース6番、塩崎の3番手は,水は4番の片岡、先に丸6番の塩崎の差しが入ってきたもうずれています、3番手まだ決着つきませんこれから最終周回で先頭1番の原田2番手は3番、畑英吾そして3番手はここで6番の塩崎が一定進ほどリードを取ります。 最後の1マーク、その内側狙って2番、辰マ外から4番の片岡、ここは6番の塩崎が振り切る、上位3点は1番、3番、6番で最後のバックテレッチに移りました、3番手は6番の塩崎が2点心ほどリードを取っています、2連単の1、3では3.6倍のツー、3連単の1、3、6では24.3倍、最終ターマーク、3番手、6番の塩崎、ここは4番の片岡、最後は届きませんでした。 1> 先頭は1番原田、五輪3番、畑英吾、五輪6番、塩崎、五輪4番、2番の順で五輪5番、畑和弘、五輪